単相交流の波形単相交流は2本の電線を用いて交流電流を伝送する方法である。参照交流に対して電力の伝達効率は低いため送配電用の方法としては用いられず、主に低圧配電系統に用いられる。電力会社など電気関係では、慣習的に単相交流電源を伝灯、主に交流電動機の駆動に用いられる参照。 交流電源を動力と呼ぶ。日本においては、単相交流における電力供給はほぼ低圧配電系統に限られる。高圧配電系統から単相中上変圧気筒で電圧を下げた後、2本、または3本の電線を用いて屋内配線に供給している。単相3線式は、対地電圧は単相2線式と同じであるが場合の電圧が得られ、かつ、 電圧効果や電力損失を低減できるので、第二次世界大戦後に急速に普及している、ハット AB 電気学会編、電気工学ポケットブック第11編送電2.2、2から2.2、5、オウム社、1959年、ABCDE 電気学会、総配電工学第4章配電、オウム社、1980年、高田正幸、低圧配電線路、 身近な配電送電設備たち。参照交流。通信用語の基礎知識2007年10月30日。電気エネルギー応用を閲覧。ありがとうございます。